そうですね。やばいっしょ、なんか。そう、こんなヘテテル押し出すとこあるっていう。めちゃくちゃもうね、閉店しますよがすごいんですよ。で実際、中ちょっと買ってみても、物減ってるのも若干あるんで、ある程度売れてはいると思うんですけど、まだまだ残ってるんで、ちょっとこれね、ガチで買い占めてみようと思います。行きましょう。はい、YouTube 撮影したいの、大丈夫ですか？いいですけど、あ、でも顔だけ、あ、全然いいです。あ、閉店セールって見て、はい、それだったら買ってみようかなみたいな。マジですか？はい。で、これ全品オフなんですか？もう全部オフです、全部オフです。すごいな、すごい数あるですね。で、本当にもう今日で閉めちゃうんですか？あ、ね、そうです、今日で閉めます。売り切れたら閉めどうぞ。売り切れなくても閉まるんですか？そうですね、まあもう本当こういう状況なんで今日閉める感じですね。へえ、とりあえず買っとかないとダメですね。いや、マジっすか？はい、ここも音もそっちですね。こっちですね。はい、ナイキやべ、ナイキや、あ、マジですか？へえ、ナイキマジです。あ、セットアップ、セットアップ、あれ違うセットアップ、すごいな、これめっちゃ一緒かと思ったら違うっすね。ようこれ偶然でこう揃えたなっていう。マジですか？他にもね、ありますね。古着感すごいけど、とりあえずこれ、はい、ありがとうございます。いや、まだ閉店セール、もうラスト無償、すごい夜じゃないですか今も。いや、ほんと、これ多分僕たぶん最後の曲だと思うんですよ、これ。一応それを狙ってきたんです、最後の曲を。ああ、じゃあこの辺からやっぱり男もないし。あ、そうですね。これでいこうか。いや、サイズとか全然いいんですか？まあ、全然そのまあ、マジですか？はい、閉店セールも協力者になんで、まあ、今後止まってると思うんで。超ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あの、兄さん的には全部売れてから閉店した方が嬉しいですか？いや、まあ僕もそうですね、なんかこっちの気持ちいいですからね、さすがに。ちなみにこれ全部買おうと思ったらいくらぐらいですか？数かける1000円で売ってくれたんですよ。でもだって980円なんで全然。でもなんか1980円とかもあったりする。ああ、なるほど、はい、そこちょっとオーナー確認かもしれないですけど、はい、全部買って、あ、じゃあまあ2000円、あっち2000円で1個、こっちが1個1000円で、はい、そうですね、あの1個1980円の方は2000円にして、数数えて全部返してみたっていいですか？全部ですか？はい、いいですか？いや、僕は YouTuber やってて、ちょっと見て、わかります、わかります、はい、で、一応そういう企画で閉店セールお手伝いみたいな企画なんですよ。マジっすか？はい、セールじゃないですか。でもセールにかかわらず多分全部売れないと思うんですよ。だからそこを、まあ、お助けでやれたらな。え、じゃあ、え、どうしようかな。え、持ち帰るんですか？あ、持ち帰ります。はい、マジっすか？車持ってきてるんで、もう本当に積んでいく感じで、数だけ数えてほしいですね。わかりました。え、まあ、はい、ほんと全部でいいですよね？はい、全部で大丈夫です。靴も全部買っちゃいます。はい、169点ですね、服は。オッケーです。あとはうちの靴とかカバンとかもですね。そうですね、あれは2000円なんで、まあ、とりあえず169ちょっと全部ですね。はい、169、はい、ほとんど2000円ですね。そうですね、はい、2000円が76個ですね。オッケーです。なので2000円のものが152000円、1000円のものが169000円、はい、合わせて321000円ですね。オッケーです。わかりました。マジですか？はい、やばすぎるな。売れちゃったわ。いやいや、まあ、経験セール頑張ってやったんで、はい、マジっすか？はい、全然いやいやいや、俺こんなのありえないっすもん。マジか。そうっすね、でもありえないことすんのがやっぱ YouTube なんで。やばいっすね、はい、YouTuber 半端ない。はい、キリオくん32万でいいっすか？いいと思います、大丈夫です。俺が何かしますこれもうなんか足んないって言われたら俺払うんで。はい、OK です。おお、ありがとうございます。32万、はい、ちょうど。よろしくお願いします。はい、いや、前々からその閉店セールのやつ一回売り切れしなかったんですよね。なるほど。自販機売り切れとかも結構やってて、いろいろ。はいはいはい、まあ、それの閉店セール編みたいな感じです。いや、マジですか？はい、でも撮影許可 OK 出たからってもありましたね。撮影許可無理だったら。ありがとうございます。あ、少々です。マジですか？あります。撮影許可出してなかったら別の店舗にしないといけないんで。マジっすか？はい、うわー、よかった。いやいや、全然あるじゃないですか。いや、割とちょっとオーナーが厳しめの人なんで。あ、なるほどなるほど。そう、だからもしかしたらオーナーに電話してたらダメだったかもしれない。マジっすか？よかった、嬉しい。じゃあこれもう運んでいっていいですか？あ、そうっすね、はい、ハンガーだけ残してもうバーっていっちゃっていいですか？そうっすね。 OK っす。入るんですか、これ本当車に？あ、なんすよ。あ、マジっすか？はい、車が。え、全然手伝いますよ。あ、ありがとうございます。はい、じゃあどんどん詰めていってもいいですか？もう全然、はい、トラック来てるんですか？そうそう、トラックです。はい、マジっすか？はい、でも最初から呼んでたんですか、トラック？あ、その業者さん呼んでてました。マジっすか？はい、はい、こんな感じでもう綺麗に開始しました。いや、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。すいません。いや、マジすごいです。びっくりしました。ありがとうございます。いや、マジか。はい、いや、多分こんなに売れることないと思います。あ、そうっす。いや、マジでやばいっす。びっくりしました。すげえ。じゃあまた明日からは別の仕事頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、というわけでエコスケさんにね、いろいろやってもらって、まあ、これはね、うまいこと何とかしてもらおうと思います。ありがとうございました、今日は。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日は一旦帰ります、このまま。はい、あれから、3日ぐらい経ったんですけど、今どうなってるのか行こうと思います。これで本当に閉店してるのか、それとも普通に営業してるのか、で普通に営業してたらどうしたんですかっていうふうにちょっと問い詰めようと思います。そこはどういう感じの航路になるか正直謎なんですけど、そこはもう行けてればったりで行ってみようかなと思います。行きましょう。まあまあまあ普通にやっとるっぽい。そう、普通にやっとる、まあ同じやん。じゃ行ってみますか。前閉めるって言ってたじゃないですか。はい、どうなってんのかなと思って見たら本当に普通にやってたんで、あれ嘘やったんですか。いや、閉店しましたけど。閉店してもう一回開店したんですか。ちょっと、また撮ってんですか。はい、カメラちょっとね、あれっすな。ちょっとやばいっすね、カメラ。で前でも OK とじゃないですか。いや、まあ、ちょっとオーナーに連絡して、まあ、あの全部買ってくださったん で、はい、でオーナーに連絡して、まあ、ちょっと、まあ、映像良くないなって話がなってて、はいはいはい、でちょっと今回映像っていうか、まあ、そもそもちょっと映像やめてほしいなって。なるほどなるほど。ちょっとやめてもらっていいですか、映像。ダメです。でも前オッケーやってじゃない。いやいや、そうじゃなくて今もうダメなんで、はい、うちのお店的に、はいはいはい、まあ、ちょっと何だろう、ちょっと面倒くさいことになるんで、いろいろ、はい、だからちょっと本当映像やめてほしい。じゃあじゃあ、一回頼む。で、今日は何ですか。いや、今日はだから閉店セールで閉店したって言ったじゃないですか。あ、しました。本当に閉店したのかなっていう。閉店しました、閉店しました。でもしてないじゃないですか、実際。いや、違う。いや、したんす、したんす、全然したんす、全然、はい、要はこういう商売を分かってやってるってことなんですか。いや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 、これは本当なんかその稀なパターンというか、はい、そういうことじゃなくて、はい、ちゃんと閉店して、はい、あのなんだろうな、分かっ、うん、やめろって撮ってんだろ絶対。いや、撮ってますカメラ。いや、だからまあなんだろうな、他の店舗が同時に閉店して、でそっちの方の在庫が余ってたから、そしたらこっちの方で、はい、まだその賃料とか賃貸料とかまだ残ってたから、はいはいはい、それでこっちでその在庫を引き取って、じゃあこっちで閉店セールを継続しますよ、継続しましょうって言った、ただそれだけの話で。でも実際なんかめっちゃおかしいとこ多いですよね。怪しい点が多いというか、まあ、言ったらわざと悪なことやってるってことですよね。いやいやいや、何が聞きたいの、何が聞きたいの。いや、だから閉店セールって歌ってるんですけど、実際別にそういうのじゃなくて、ただただ商売の一つの客寄せとしてずっと閉店セール歌ってるだけなのかってことを知りたいんですか。いやいや、もうだから閉店全然閉店。でもしてないじゃないですか、閉店。いやいや、もう全然、もうこれもう閉まってる状態、もう全然閉まってるから、もう終わり終わり、今日お店終わり、ほんと。でも値段はついてますよね。いや違う、だからもう今日お店終わりだから、もう全然、もうほんとに。でも開いてましたよ、普通に。いや違う、もう俺も独断終わり、もう今日終わり、帰ってほしい。それ全然そのなんかもう態度も違うじゃないですか。その前来た時は前はなんかフレンドリーな。いやいや、フレンドリーな感じで。違う、はい、だって動画とか撮ってるからでしょ。そう閉店セールって言ってるから買ったんですよ全部。閉店してなかったら閉店セールじゃないじゃないですか。いや、だから在庫が余ってるのを引き取ってきて、それで閉店セールをただ継続してるだけなんだって。いや、それだったら閉店セールって言わないでしょ、あの時全部。いや、だからこれが売り切れたらもう閉めるよ。すぐ閉めるよ、これ絶対閉めないじゃないですか、これ売り切れても。いや、閉める、また来なさいよ、またじゃあ、またいつか来なさいよ、もう閉まってっから。なんじゃあ、警察とか行ってきていいですか。いや、そういうのがめんどくさいから嫌だっつってんの。いや、めんどくさいかどうかは別として、行くのは自由でしょ、こっちが。お、いいんじゃないですか、じゃあ行けばいいんじゃないですか。わかりました、じゃあ行きます、それは。いや、でもちょっとまずあれじゃないですか、ちょっとオーナーに連絡してからの方が、はい、いや、めんどいことになりますよ、マジで。全然いいっすよ。まあ、オーナー呼べるなんて呼んでくださいよ、じゃあ。ちょっとどんぐらいかかるか分かんないですけど。あ、全然待ちますよ、全然。いいっすよ。そもそもし。この前の、動画の、あれがもう一回来て、なんかね、
警察行くとか言うんですよ。どうしますか。あれなんですよ、社長が来るまで帰らないっぽいんですよ。てか、でもこれさ、ほんとさ、やってもさ、なんもなんなくない？だって動画撮ってないでしょ？動画出さないでしょ？出さないですよ。出さないんだったら別にこれやる必要なくない？いやいや、まあ、別にそれはもう興味本位で。やば、はい、いや、なんかやっぱり帰らない感がすごいあるんで。社長、今どこですか？30分ぐらい。これが闇深いさ。はい、逆に、はい、全然こっちが警察に連絡したりとかいい、ね、全然弁護士とかそういうの出せるも全然あるんですけど、あ、いいっすよ、全然やってください。社長いいらしいんですけど。はい、じゃあとりあえず分かりました。一回店閉める。はい、ちょっと一回店閉めるんで、はい、30分後ぐらいに来てもらっていいですか。店やっぱ閉まってなかったんですね。いやいや、そうじゃなくてもうシャッターとかも閉めるんで、はい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 、だからそれで30分後ぐらいに来てもらって、そしたらオーナーが対応するんで。あ、オッケーです、オッケーです。じゃあそれでいいですか。はい、じゃあまた30分後来ます。そういう感じでお願いします。撮る。やばすぎ。カメラ回して。あ、ちょっとね、途中カメラできないんで、オフだけだったんですけど、めちゃくちゃ態度変わってましたね。表現した。あのお兄さん、マジで、こんな人態度変わるぐらい。3日前何やったんだよ。ワンちゃんを YouTuber のヒカル読んだからっていうので、オーナーに怒られたのか分かんないですけど、警戒心すごかったですね。で、実際やっぱ悪いことしてるっていう意識があるのか、やっぱ警察っていうワード出しただけで、一気に焦ってましたね。これすごいことになりそうやな、また。まあでもやれるだけやってみようかなって。多分オーナーが一番のボスなので、まあ、そこで一回話してみてどうなるのかな。もう音声だけは撮ろうと思います。まあ、さすがにカメラ回せないと思うんで、出すのやらでも出しますしね。ちょっとあんな変わるんやね。あいつ変わりすぎやろ。30万も払ったのに。やっぱ閉店セールの闇ってあるな、これ、閉店セールって歌えば売り上げ上がるんやろな。また他にも店舗ありそうな感じしたやん。結構いろんなところでやって、閉店セール歌ってじゃあお得やから買おうみたいな人がたくさんいるから、それを狙ってるっぽいですね。じゃあちょっと30分ぐらい待ってもう一回乗り込みたいと思います。はい、40分ぐらい経ったんで今から乗り込もうと思うんですけど、シャッターが半分ぐらい閉まってますね今で。前さんカメラ今普通に回しながら入ってきて、どうせ多分言われるやん。言われたらカメラで撮ろうして、音声だけは絶対撮っといて、調べくれて音声撮っとるか言われたら撮ってないで一点張りで。じゃあ行きます。お願いします。オーナー来ました。閉店セールずっとやってるじゃないですか。ちょ、はい、カメラ撮ってますよね。あ、カメラじゃ撮りますか。また撮ってんの。はい、はい、カメラ。ここもやめてください。あ、オッケー、そうだよ、カメラ撮ります。撮ります。閉店セールずっとやってる。ずっと閉店セール歌って。いや、ずっとじゃないっすよね、別に商売してるってことじゃないです。これ、結局普通の商売ですから。あ、でもずっとっすね。ずっとっすね、だからその閉店セール歌ってそれを餌にして商売してるってことですね。違いますよ。え、だって実際売り切れあったのに閉店してないじゃないですか。これ実際閉店なんですよ。しかも3日経ってまだ閉店してないってことだったら閉店じゃないでしょ。在庫が残ってたんですよ。いや、そんな無限にそれで在庫残ってる。無限じゃないですよ。だって閉店セールって本来他店舗の在庫が残ってたから、はい、それをただ持ってきたって。いや、だから期限が普通決まってるでしょ、閉店セールって。ずっと閉店セールやってるとおかしいじゃないですか。いやいや、違うんだ。明らかに。何がおかしいの。いや、おかしいでしょ、どこまでも。おかしくない。閉店セールって、だからここからのここまでの期間に、まあ、どうせもう店閉店するから、キャンペーン。いいだろ、別に誰も損してねえんだから。安くなってて。誰も損してねえんだよ。いや、普通にじゃあ閉店セールって言わずに安く言っていいじゃないですか。だってセールで出せば。いちいち普通に閉店って言わなくていいでしょ。俺、閉店なの。閉店なの。周り見れば分かるでしょ。違う、完全閉店。セール50%。完全にしてないから言ってるんじゃないですか。完全に。それだったら別にセールでいいじゃないですか。特大セールでいいでしょ。そう、やり方として閉店で。だから要は、嘘ついてるってことでしょ。だから要は。嘘じゃない。嘘じゃない。嘘じゃないですか。ついてねえ。嘘でしょ。もう店閉じちゃってる。
いやだってそもそもね態度が3日前と違いすぎて、いやいやいや、要はそうでしょ、いやだからカメラとかに撮られたらそれはそうなるでしょ、いや要は悪なことや、悪なことやってるからそういう態度になるでしょ、そもそも最初カメラ撮ってた時も全然普通だったじゃないですか、売り上げが嬉しそうにしてて、要は悪なことやってる、それをさらされたら困るからこの態度になってるわけでしょ、いやさらされたら困るんでしょ、だからいやいや、あんた何が問題なんでしょう、説明してもらって、だから嘘つけることが嫌だっていう話ですよ、要は嘘じゃない、騙さないでほしいんですよね、要は商売するときに全然3日前でした、来たら、はい、3日前で閉じる予定でしたよね、閉じる店としては全然閉じる予定で、今日閉じない、そう、それで在庫が残ってるから、じゃあこっちで閉店セールもう一回やりましょうっつって、もう一回こっちで閉店セールしてるってだけで、だから今日これで完全閉店、はい、え、逆に今日閉店してなかったらどうするんですか、今日閉店だって、え、だから明日からじゃあこうもう絶対やってない、今日ない、今日ない、もうこれで終わり、やってたらどうします、じゃあやってないやってない、やったらもう警察とか行けばいいよ、あ、分かりました、本当に行きますよ、今日の行けば、はい、ないから、なんだって今から行きますよ、僕と、あんた、ちょっと、はい、あんたなんて営業妨害だよ、あ、それでもいいですよ、別に、はい、私たちは今日閉店するってことで勝負して、いや、僕客として勝ったわけじゃないですか、お金払ったわけじゃないですか、いや、もうだそれは行かないでしょ、それは今日と関係ないよ、いや、関係ある、完全に、だから営業妨害だから、閉店セールだから勝ったわけじゃないですか、いやいやいや、閉店する、閉店したから買わないですよ、閉店するって、はい、じゃあ3日前の閉店セールと今日の閉店セール何も変わんないでしょ、別に、え、だからそれが問題だって言うの、いやだから別に3日前から閉店セールやってんだって、3日前からやってるだけ、全部商品閉店セールって当日だけな、え、そう、無限に知れるじゃん、そんなの、いやいやいや、だから、はい、じゃあその3日前より前の、はい、うちのお店のこと知ってんの、閉店セールをしてなかった時のうちを知ってんの、閉店セールをずっとやってるっての知ってるんですよ、そもそも閉店セールじゃない、その当日しかやっちゃいけないの、閉店のその当日しかやっちゃいけない、いやだからそういうことじゃない、昨日言ったじゃないですか、だからもう閉めますって言ったじゃないですか、閉める閉める宣言して閉まってないじゃないですか、いやだからそこに関して嘘だったってことでしょ、いや違う、それは、はい、それは会社の方針とか社長ありますよね、それはね、別に今日特別だよ、まず在庫があったんだ、なるほど、じゃあこれがなくなったらもうなくなるってことですか、今日でセールが終わりなんだよ、今日で閉店、もう一回買えばいいんじゃないですかもう一回買ったらもう閉店しますよ、どうせ閉店しないじゃないですか、それやったところで繰り返してまあでも大丈夫ですよ、もうあのこういうまあある種悪どい商売してる人がいるっていうことを分かっただけでも、何が悪どいの、いや悪どいでしょ、どこまで、全然悪どくないじゃん、悪どいでしょ、どこまでしっかり商売してるんだよ、こっちはお客さん来てお客さん喜ばれて帰っていくの安い安いって、それだって聞いた閉店セールって言わなくていいでしょ、閉店セールっていいじゃないですか、閉店だから、こんな大々的に閉店閉店何個も関係、何回も言うけど閉店だから、閉店してないじゃないですか、するんだって、なんで閉店なんだ、今日閉店なんだって、まあ全然大丈夫です、分かりました、どうすんの、え、それはこちら決めます、何でもいいでしょ、自由なんで、いや営業妨害だよ、じゃあそれで訴えてください、だって本当は、はい、いやそれで訴えてください、まだ全然営業時間だったわけ、はい、でもおたくらがそうやって営業やるから、はい、だからこっちはそうやってシャッター閉めてるわけ、はいはいはい、営業妨害だこんなもん、だからそれで訴えてくださいって、やることやってください、はい、あ、はい、こっちもやることやるんでっていうことです、何やるの、いやそれは自由でしょ、別にこっちの、何なんかやられて困ることない、いや別に真っ当なことでやられて困ることないでしょ、別にやられて困ることはないけど、じゃあ別にいいじゃないですか、何やっても何やるの、何別に自由です、こっちの言えねえのかよ、 YouTube 出しますよ、まあ、そら、いやいやいや、なんでなんで許可得てないの、私は許可得てない、社長が許可してないのに、はい、それあげるって、はい、じゃあそれこそ肖像権とかあるだろ、そんなまだモザイクかけるんで、いやモザイクかけたら特定されんだろ、そんなもんネットで、あ、じゃあその時対応してください自分で、はい、いやその時対応してください自分で、じゃあそれで、いやいやそれそれを著作権の侵害だって言ってやってください自分で、出すのおかしいって言ってる、いやだからそれだったらおかしいことそっちにもあるんでっていうことです、でも出されてたから恥ずかしいことやってるからじゃないですか、恥ずかしくない、こっちは胸張って商売やってんだよ、じゃあ出してもいいじゃないですか、別に問題じゃないです、別に真っ当な商売を宣伝させてください、でもそれを悪いように絶対使うんだろ、悪いように使うんだろ、悪いように映ったのはそちら側の責任じゃないか、逆にこっちがおかしかったらこっちが悪く叩かれるだけなんで、ちょこっちは生活かかってんだって、これで生きてんだよ、うん、じゃあ、いやそんな関係ないですよ、そんな閉店なのこれで、昨日な閉店だったんだけど、まだ他店から在庫があったから今日こっち仕入れてやってんので、今日で終わり、もうほんと今日で終わって、もう夕方来たら何もないから、まあ、とりあえず多分話し合っても無駄だと思うんで、無駄だな、いやいやいや、はい、ちゃんと話し合っていきましょう、いやでも本当にだから、じゃあもう閉店してくれるんですね、今日夕方閉店、もうきっちり撤退してくれるんですね、ここから、します、します、はい、しますよね、しますよ、必ずする、わかりました、じゃあ僕も、まあ、とりあえず警察行ったりとかっていうのはなしにします、じゃあ
はい、なしにいますけど、その場合撤退しなかったら、まあ、その時はその時で。とにかくそこはいいんじゃないですか。はい。で、それで。はい、じゃあそんな感じで帰ります、じゃあ今日は。すぎるやろ。あいつら絶対来たな、大人。カメラ回して、カメラ。いやーすごいことになりましたね、まあ、とりあえず、まあ、口約束であるんですけど、次はさすがに閉店するみたいな。向こうも多分ちょっと焦ってたというか、強気では来るんですけど、弱気な部分も見え隠れしたんで、多分ね、やっぱ向こうは向こうで面倒くさいことになるのを恐れてるというか、うん、やってることがやってることなんで、そんなに胸張ってやってることじゃないんで、間違いなく。だから多分こっちが警察行ったりとかすること恐れてるっていう感じだったんで、ちょっとまた明日にでも店舗来て本当に撤退してんのかちょっと見てみようかな。まあ多分話しては無駄ですね。やっぱ感じたことは根本的に悪いことをやっと認識してもうそれを堂々とやってるみたいな、それを荒稼ぎしてるっぽい感じでしたね。女とかもやっぱちょっと闇の人間っぽいオーラはありましたね。だからマジでその祭りくじの時っぽい匂いを感じたというか。で、法律に関してなんですけど、30分待ってる間に調べたんですよ。そしたらいろんな人に聞いた結果、閉店セールを連続してやること自体は別に問題ないらしいんですよ。ただそれを長期にわたってやり続けた場合、もしかしたら引っかかるかもしれないみたいな感じらしくて、僕も軽く聞いたりとか調べたりとかしただけなんで、もっと正確なやつって分かんないんですけど、そんな感じらしいです。だから今現状だったら僕も3日とか4日の話なんで、これじゃ弱いんですね、これを何度も続けてたら何とかできるっぽいんですけど、向こうもそれ分かってるっぽいんで、だからなんか本当に撤退する可能性ありますね、これ。本当にだって一つ箱だけ借りてセールやれば終わりなんで、どこでもできるんで、この商売ってあるし。だから本当に古着とか安くでも目方とかで買い取って、それを全部1000円とか売るみたいな。で、人ってやっぱり心理的にセールやったら買いたくなるじゃないですか、はいはい、50% オフとか買われてたらなんか安く見えるみたいな。本来は普通に1000円以下で売られてるやつでも 50% オフで1000円で売られてたら、なんかそれが服なんか全然分かんないじゃないですか、うん、安く見えてみたいな。人の心理につけ込んであれだと思うんですけど、基本的に閉店セールってね、本当に閉店するからやってるところがほとんどだと思うんですけど、他にはこういうところもねあるんで気をつけてください。まあ、じゃあとりあえず今日は一旦帰って、また後日どうなってるのか見たいと思います。いやー、やばかったな。なんか久しぶりに冷や汗かいたな。いや、やばかったな、うん、あれはマジ闇やろ。態度がさ、もう悪って感じやって。唯一良かったのは、もう俺は30万使って損したけど、こういう人たちがおるってことを YouTube 上に配信できとうこと、まあ、これ本当に著作権とかなんか衝動権とかで、なんかやられたらやられたらその時は対処します。もちろんね、僕にも非はあると思う。本当出しちゃダメだと思うんで、多分この映像だから、もしかしたら削除されるかもしれないです、ガチで。これに関してはでも、まあそこはその覚悟で出します。だから多分動画になってますので出てると思うんで、いや、まあ明日楽しみですね。はい、あれから数日経ったんですけど、あの閉店セールやってた店どうなってるのか見に行こうと思います。もう閉まってるのか、果たしてまたやってんのか。でもなんかね、かなりの言い争いになったんで、向こうも多分めんどくさいやつに目つけられたなと思って撤退したような気もするんすよね、俺は。あの感じどうだな。絶対また来るって分かるやん。しかもそれも YouTube 回しながら来るって分かるやん。絶対めんどくさいわけ、向こうからしたら。まあまあまあ、確かに。だから撤退してると思うんすけどね、分かんないですけど、ちょっと行ってみます。もうすぐ着きますよ。この辺ですね、もうすぐかな。これです、これです、これです。おお、え、閉まっとる。テナント募集だった、テナント募集だった。さっきちょっと近く車止めて行ってみます。やばい、テナント募集でほんまに消えとる。あ、ヒカルさんですか。あ、はいはいはい。あ、今日も見てました。あ、そうだ。あ、めっちゃ嬉しい。写真撮ってもらっていいですか。はい、すいません。どうしよう、こんな格好です、すみません。めっちゃ応援してます。はい、ありがとうございます。多分あの人たちはまた同じようなことやるんでしょうけど、今回こういう動画撮れたんで、いい注意喚起になったかなと思います。多分なくなれないと思うんですよ、こういう人たちって。だから消費者の僕たちが気をつけないといけないな。まあぶっちゃけ閉店セールでめちゃくちゃそんな悪いかって言われたら、過去の僕がやってきたやつよりは闇は薄いとは思うんですけど、でもやってることは嘘なんで気をつけてください。もし毎日閉店セールやってて何ヶ月もやってるんだっていうとこあったら教えてください。突撃していくんで。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。